子どもたちに正しい歯の磨き方を身につけてもらい、虫歯を予防してもらおうと、唐津市の小学校で歯科医による歯磨き教室がありました。僕が終わったら少しずつ前に移動していく。これが歯磨き教室に参加したのは、唐津市にある農佐小学校の1年生から3年生31人です。地元の歯科医、井上英二さん、志保さん夫妻が歯ブラシの持ち方や磨く順番などを指導しました。歯に特殊な紫の液を塗り、一通り磨いた上で、児童たちは磨き残しがある部分を確認していました。いっぱい磨いたから、ピカピカになったのが嬉しかった。朝ちゃんと綺麗に磨きたいです。詰まりやすいところや、詰まってるところが、ね、あるところを、ね、歯医者さんの人が教えてくれたのでしやすかったです。農佐小学校では毎年この時期に全校児童を対象に歯磨き教室を開いているということです。